はい、モトブログチャンネルタカです。今ですね、トルちゃんとサッタ峠に来てるんですけれども、ちょっともうお昼も近いということで、ユイの、桜エビが食べれる直売所のところにね、これから行きたいと思います。で、詳しいね、のはね、また走りながら説明していきたいと思います。じゃあちょっとトルちゃんに変わりますね。はい、先ほど、お見せした海でですね、実はなんと夜に桜エビ漁に出るんですね。この桜エビはですね、確か年に2回だったかな、禁漁期間以外の、今ちょうど今解禁されてて、美味しい桜エビをですね、漁師さんが取ってくれてます。本当はですね、生で食べるのが一番美味しいんですけれども、県外の方はなかなか難しいと思いますので、ぜひ静岡に来てください。ではエビ、じゃあ、行ってみたいと思います。はい、そしたらですね、今去った峠、から、ゆいのね、桜エビ食べれる、漁港直売所の方に、向かいたいと思います。で、まあ、トールちゃんがね先行して、私が後ろから、カメラで、追っかけるという形で行きたいと思います。はい、出発です。はい、で、今から行くね、まあ、その桜エビ食べられるところっていうのは、まあ、以前のね動画でも上げたと思うんですけれども、まあ、静岡県静岡市清水区、由比漁港ですね、まあ本当ここからどのぐらいだろう、 2,3 キロぐらいでもうすぐ着いちゃうような距離なんですけれども、桜エビ漁がね、全国的に有名な、港になります。はい、あ、トールちゃん下り早いな。なんかねちょっとねカメラ気遣いながらだとちょっとショルダーマウントがねずれちゃうんでね、私はちょっとゆっくり追っかけてますけれども、下りはねもう流れていくだけって感じなので、ちょっとね結構カメラに映ってないかもしれないですけども、はい、あ、追いついた追いついた。はい、で 今から行くね、その由比漁港なんですけれども、まあ、桜エビがすごい有名で、で、まあ、桜エビ科に属する、まあ、桜エビって、まあ、桜エビ科に属するエビの一種で、まあ、すごい、深海に、住んでる、まあ、魚で、で、なんだ、日本国内でね、漁獲対象となっているのは、駿河湾のみらしいんですね。で、それで、日本国内の、水揚げ高の 100% ですね、駿河湾産っていうことなので、全国からね、たくさんの観光客が、この静岡県静岡市、清水区のね、由比漁港の方に、その、美味しい桜エビを食べに来るっていう形で、結構ね、まあ、平日でも結構混んでるような感じですね。土日なんかだと、もう食べるのに1時間待ちとかね、ひょっとしたらもっとっていう感じなので、まあ、前回のね、動画でも上げたと思うんですけど、もう早めに行かないと売り切れちゃうっていう形になりますね。で、今日はね、天気もそんなに良くないし、まあ、平日っていうことで、多分、大丈夫だと思いますけれどもね、ちょっとね、行ってみたいと思います。で、まあ、桜エビのね、食べられる、まあ、その時期なんですけれども、
まあ、4月から6月までと10月から12月までが、桜エビが、食べられます。でさっきねトールちゃんも言ってたんですけれども、留意事項としてはね、禁漁の時期がありますので、それ以外の時期ですね、6月11日から9月の30日まではまあ、繁殖期に当たりますので、桜エビ食べられません。であとは冬期間中についてはですね、まあ寒すぎてですねエビが深海の方にいるので、休業という形になります。今から行くところは、遊漁港の、共同、直売所ですねなりますね。でこれ今来た坂道を鋭角にこう戻っていく形になりますね。はいはい。これね今回はさった峠、のご紹介で、あとはその遊漁港のね直売所ってことで言ってますけど、実はもうこのすごい近くにですね東海道53次の由井宿がありますね。なのでそれも東海道53月っていうところでまた違う日にですね日を改めてねちょっとレポートできたらなって思ってますけどね。はい、まあ、今信号待ちなのでねちょっと一回動画止めて、またちょっと再開、したいと思いますね。今ねこれ左肩マウントにしたんですよ。でこの前のその泊まりツーリングで、まあ、アキちゃんがね左肩マウントの方がなんか調子いいみたいなこと言ってたんで、左肩マウントする、確かになんだろうその構図的にはナビとかちょっと見やすいのかもしれないですね。だけどちょうどカメラのね液晶が左側にあるので、ちょっとそこはちょっと見づらいのかなっていう、しっかり見えないんで、やっぱ右の方が私はいいのかなっていう感じですね。はい、まあいろいろやってみないとね分かんないんでね。はい、まあですね、また、この1号線に戻ってきました。でトールちゃん先行で、私が後ろから、カメラでね、追っかけてる感じですね。で今から由井漁港の方に、桜エビ食べに行きたいと思います。本当に、日本国内の、漁獲対象になっているのは、駿河湾のみなんでね、水揚げ高の 100% が、この駿河湾産ですね。なので全国からね、観光客が来ます。本当静岡ってねいいとこなんで、いろいろね紹介したいと思います。もう本当ね佐田峠からまっすぐ行くと、もうすぐなんですよ。距離的にはもう1キロ2キロ2キロないぐらいですかね。はい、すぐ着いちゃいます。これ後ろからこう見てるとなんかすごいもうトールちゃんの毘沙門号タイヤも太くてなんか安定感ありますよね。うん、まあ新聞をどっさり積んでも大丈夫なように、まあ、太いタイヤになってると思うんですけど、ツーリングでね荷物満載にしても結構安心感あるんで、まあ、これでね排気量がね原付2種みたいにあればねもう言うことないんですけどね、はい、まあ原付なんでね今30キロ、法定速度で、走ってます。まあ、このぐらいのね速度で走るとなんか風切り音とかあんまりこう気にしなくて全然よくて、なんか自転車プラスアルファみたいな感じで、これはこれで結構気持ちいいですね。次の信号かな、次の信号で多分その遊漁港の、ね、直売所に着くと思います。
まあ、いつもね、私125のスクーターで、まあ、ちょろちょろしてるんですけれども、まあ、原付とね走る機会なんてあんまりないんで、あんまり気にしてなかったんですけど、原付で走るとなんかやっぱりその速度がね、30キロということで制限があるので、どうしてもこう左側を走るんですよね。そうすると車がねすぐ横をねこうなんかこう抜いていくっていう感じで、風圧とかねちょっと怖いなと思って、なんか流れに乗れないっていうのはね、ちょっとやっぱ結構怖いなっていうのはありましたね。ちょっとそれはなんか久しぶりの新鮮な感じですね。はい、さっきトールちゃんもね言ってました、なんかこう横抜けていくと怖いみたいな感じで、はい、でも話してるとね、ここのもう信号を右折すると、もう由比漁港ですね、直売所っていうのが、できます。まあ、以前の動画ね、マイクのスイッチが入ってないだとか、まあいろいろモトグルー始めてまだ1週間とか、まあ、そこら辺でなんかもう全然なんかもうむちゃくちゃだったんですけど、まあ、今日はねちゃんと音声拾えてんじゃないかなと思います。まあ、営業中の上りも上がってますんで、これでね桜エビ行けると思います。右折すると、ここは、ですね、船がいっぱい止まってまして、まっすぐ行くとですね、桜エビ直売所ですね。まあ、バイクはこの間と同じようなところにね、ちょっと止めたいと思います。おでも今日結構空いてるけど、まあちょっと並んでるって感じですかね。はい、じゃあこの辺にね、止めたいと思います。はい、この辺に止めたいと思います。はい、今ね、由比漁港に到着しました。でこれから、トールちゃんと桜エビの方に、行きたいと思います。じゃあ桜エビ行こうかなんかエビの格好してますよし、食べちゃうよ。じゃあ行きましょう。トールちゃんだと、はい、で今日ねこの間と違って人そんな並んでないんで、すぐね食べられますね。でメニューの方は、こういうね、桜エビドーナツ、でかき揚げの単品で桜エビの味噌汁で、この間食べたかき揚げ丼ですね。で、かき揚げそばうどん、ゆい丼ぶりで、浜のカレーうどんですね。それから桜エビドーナツ、かき揚げそばうどん、炊き込みご飯、これは限定があるみたいですね。で、起き上がり土日祝日祭日限定品。起き上がりは漁師さんが、漁師さんが、沖に上がった時に飲む味噌汁みたいな感じのものですね。で、桜エビドーナツは昔はありませんでした。去年はありませんでした。多分今年からの新メニューだと思います。はい、というような感じでですね、ちょっと行きたいと思います。じゃあトールちゃん何する？トールちゃんは、でも久しぶりなんでかき揚げ丼にしようかな。はい、じゃあ私もかき揚げ丼で、じゃあかき揚げ丼をいただきたいと思います。じゃあこれね、順番回ってます。かき揚げ丼では、注文したものが届きました。今日はですね、前回のものと違ってなんとお味噌汁をつけてみました。見て、お味噌汁の中は桜エビがいっぱいです。かき揚げちゃんも桜エビがのかき揚げ2枚乗っていっぱいです。では、美味しくいただきたいと思います。はい、ではいただきます。
うん、うまい。多分ですね、静岡の市内のお店でも桜エビのかき揚げ出してくれるところはあるんですけれども、こう見てください、これ、これが2枚ですね。桜エビのこう比率を考えると、桜エビ桜エビしているのは多分ここが一番じゃないかなと思います。そしてこのさっきお見せしたお味噌汁、桜エビちゃんいっぱいいますが100円で飲めちゃいます。これはお得です。桜エビスーパーで買うと高いです。で、ここに桜エビの香りと一緒にご飯を口に放り込むと、宝石箱や。はい、ちょっと今気づいたことがあるんですけど、このヘルメットとメガネでいると他の人と目が合うとですね、すぐちょっと目そらされます。なんででしょうか、なんででしょうかね。あ、でも美味しいですね。東京に行った時はですね、桜エビというかお好み焼きに入れるこう干しエビとかたこ焼きちゃんに入ってる、もう本当に乾燥エビっていうのしか食べたことなかったんですけど、静岡に来てですね、まだ動画にアップされてないかな、生しらすとか釜揚げしらすは食べたことあったんですけど、生しらすとか桜エビがこう手軽に食べれてすごく美味しいっていうのをですね、来た当初は感動しました。でもやっぱり毎年この時期になるとやっぱり、お客さんも地元の方いっぱい並んでらっしゃいますけど、まあ季節の食べ物っていうことでですね、みんなすごく多分楽しみにしていると思います。漁師さん頑張れ。では継続して食べます。どっちでいい？はい、うまい。ということでですね、今日は、由比漁港ですね、から、レポート、動画配信でした。またよろしくお願いします。トモルちゃんだぞ、よろしく。またね。